どうも、ナオチンでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。パーティーを見せてほしいということですね。ありがとうございます。今ですけども、5周目をクリアする直前まで来ております。で、難易度は創生のハードでやってますね。で、パーティーですけども、もうほぼほぼ固定になってきました。基本的には、こんな感じです。サタン、カーリー、ベルゼブブ、主人公となっております。まずサタンですけども、耐性が完璧で火力まで出すことができるので、まあ、サタンは間違いなく入れていいと思います。おぼろ一戦で方向、そしてギガプレロマですね、会心先進も入れております。残りは、吸収を4つ。ですね。これで耐性が完璧になりますし、火力も出ます。うん。サタンは間違いないですね。そして、カーリーです。カーリーですけども、ユニークスキルの物理のノウハウ。これがかなり強いんですよね。物理適性プラス9のキャラクターが3体入ってれば、まさかどよりも火力を出すことができます。あ、バフを入れると、まさかどの方が強くなりますね。バフなしの場合だったらば、こっちの方が強くなりますので、まあ通常だと結構使いやすいかなと思います。スキルが、おぼろ一戦の、ギガプレロマ、プレロマ、そして会心先進に、残りを耐性系を入れております。まあ耐性完璧ですね。で、そしてベルゼブブですね。ベルゼブブは基本的にランダマイザーを、入れて、全員の火力アップを狙っていきます。で、ランダマイザーの後は、まあ、効くやつであれば、この攻撃を入れていく感じですね。まあ、耐性がついている敵には、パスをしていったりとか、もしくはチェンジしていく、そういう戦い方をやってます。で、主人公ですね。主人公のスキルはこんな感じですね。村雲、混沌の断り、カンナビの守り。で、ここに、仲間を生き返らせるスキルを入れてたんですよね。でも、それね、使わないんですよ。死なない。全然死なない。なので、さよぎの舞、こっちを入れるようにしてます。マガツキゲージが大きく上昇する。まあ、4分の1ぐらい回復しますね。うん、こっちの方を入れてます。で、万能のプレロマ2つに、奈落のマスク、不屈の闘志。まあ、こんな感じのパーティーが基本的には入れてます。で、敵の HP が高いとき、HP の高いボスと戦うときは、カーリーをマサカドに変えてますね。うん、バフを入れていかないと、ちょっと時間かかりますので、マサカドに変えて、で、ベルゼブブで、ランダマイザーを入れた後に、この花咲くやに変えて、バフを入れて戦っていく。まあ、こういうスタイルです。で、基本的に物理特化を、使ってるんですけども、万能特化を使うことがあります。それが、敵のね、アラハバキとマザーハーロット。その2体ぐらいだね。その2体ぐらいは、物理耐性がついておりますので、物理特化のやつではちょっと戦いにくいんですよね。なので、その時に、芝と、ルシファーですね。で、この花咲くやを、ベルゼブブです。はい。物理に耐性があるやつに対しては、まあ、芝とルシファーとベルゼブブ主人公。こういうパーティーを使ってます。まあ、そんな使うことないですけどね。うん。アラハバギとマザーハーロットぐらい。うん。まあ、ボスの体勢を見たところ、そいつらぐらいですもんね。物理無効とか、物理反射がついてるやつって。うん。他は、まあ、半減はついてても、無効以上がついてるやつっていうのは、いないっぽいです。なので、基本的には、物理パーティーで大丈夫ではないでしょうか。うん。まあ、基本的には、このパーティーでいることが多いですね。サタン、カーリー、ベルゼブブ、主人公です。まあ、変えたとしても、サタン、マサカド、ベルゼブブ、主人公ですね。で、ベルゼブブを、この花咲くやに
チェンジしてバフを入れていく。まあ、そういう感じで、やっております。はい。まあ、他にもストックにね、キャラクターは入ってるんですけども、まだ使わないかな。まあ、アラハバギの、ユニークスキルの戦法を、ちょっと試してみようかなと思っているところなんですけども、まだ、早々、出てくることはありません。義経とかね、アルテミス強いんですけども、まあ、入れてるだけで使うことはほぼないですね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。使ってるパーティーはこんな感じですね。もう物理特化のパーティーで間違いないと思います。はい。まあ、サタン、マサカド、そしてカーリーですね。それを、重点的に育ててみると大丈夫だと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。